トマール、トマールは、ポルトガルの都市で、サンタレン県に属する。ナバオン川の中流に位置し、ユネスコの世界遺産に登録されている、キリスト教習動員やシナゴが、シナゴーグといった、歴史遺産4年ごとに開催される、タブレーロスの祭りで有名である。トマールの地下には、古代ローマの都市である、ナバンチアとセリアムが眠っていることから、歴史は古い。 ムーア人の征服をレコンキスタで克服した後、トマールの重要性は高まった。1147年のサンタレンの戦いで、ポルトガルの勝利に大きく貢献したことに対して、アフォンソ一世がトマールの土地を恩賞として、テンプル騎士団に与えたことを出発点とする。1160年にキリスト教習動員の建設が始まり、 テンプル騎士団の本部としての機能を持つと同時に、タイム・ーア人の最前線となった。1190年には、ムワヒド町の手によって、一度、トマールは、包囲を受けるが、騎士団は、ムワヒド町の軍隊を退けることに成功した。1314年、ローマ教皇は、全ヨーロッパでのテンプル騎士団の活動の禁止を、布告すると、ディニス一世は、テンプル騎士団の代わりに、 キリスト騎士団が新たにトマールを統治するようになった。キリスト騎士団は1319年にアルガルベ地方のカストロマリムに一旦は移動するが、1356年には再びトマールへ戻ってきている。エンリケ公会王子はキリスト騎士団の団状を務めたことがあり、騎士団の資源と知識を活用することでアフリカ大西洋への航海を成功したと信じられている。 騎士団の十字架の紋章は、キャラベル線の方を彩り、1514年までの期間、トマールのキリスト騎士団を通して、新たに、ポルトガルが到達した地域でのキリスト教布教が展開された。また、エンリケ公会王子は、ナバオン川の治水を支持すると同時に、今日にも残るトマールの島市の設計を行った。1438年には、 ドゥアルテ一世がリースボンからペストを逃れるために、トマールで滞在をしたが、その後、トマールで隠しした。1492年以降、スペインでイタン神門が本格的となると、スペインから多くのユダヤ人が逃れてきた。トマールにおけるユダヤ人人口の増大によって、トマールには新たな交易と技術がもたらされ、街は活気に満ち溢れるようになった。 トマールが獲得した経験によって、アフリカへの新しい貿易航路を確保することに成功した。また、トマールにはシナゴー群が建設され、現存している。マヌエル一世の時代に、キリスト教修道院は、ルネサンス様式の性格を帯びるマヌエル建築の改造が施された。しかしながら、反宗教改革の嵐はポルトガルを覆うこととなる。また、 隣国スペインのポルトガルへの圧力も徐々に大きくなる中で、みことのリでポルトガル国内に居住しているユダヤ人は速やかにキリスト教徒になること、ただしポルトガル国内から立ち去ることは禁止する旨を発表した。このみことのリの背景にはユダヤ人がポルトガルから立ち去ることでポルトガル海上帝国を支えてきた知識と商業資本が流出することを危惧したとされる。 とはいえ、反ユダヤ人の嵐が吹きやむことはなく、裕福なユダヤ人は、ポルトガルを立ち去り、ポルトガルを立ち去ることができなかったものは、回収を余儀なくされた。また、数百人もののユダヤ人と、新教とは、逮捕され、宗教裁判所による判決で家計の処分を受けた。百八十一年、スペインとポルトガルの同訓連合が成立する。フィリペ一世の指示を受けたコルテスに、 トマールは統治されることとなった。18世紀を通してトマールはポルトガルの中でも最初に産業化が始まった地域となった。女王マリア一世の時代、王室の庇護を受けた織物工場がトマールで没興した。また、ナバオン川の水流が動力源となり、製紙、鋳造、ガラス、絹、石鹸加工などの工場が建設された。半島戦争の際には、 トマールはフランス軍に占領されたが、後にフランス軍に反抗の姿勢を示している。後にワーテルローの戦いでナポレオンを破るアーサー・ウェルズリーはイギリス軍を用いてトマールを解放している。1834年、キリスト騎士団を含めたすべての騎士団がトマールから消滅する形となった。トマールには数多くの文化遺産が残されている。 以下に、その代表を挙げる。かつてのトマールは、ポルトガルにおける工業と商業の中心であったが、現在は多くの工場が閉鎖している。キリスト教修道院がユネスコの世界遺産に登録されて、以来、観光業が主要産業となっている。また、観光以外の産業といえば、製紙木材加工、食料品、陶磁器の製造となる。加えて、 オリーブオイル、ワイン、小麦、種種類を産出している。トマールは3月1日を都市の祝日としている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。